遊びクラブです。今回はスニーカーダンク、スニダンで購入したシンプルカード2枚の開封と、部長のポケモンカードのコレクションの一部を公開していこうと思います。お願いします。遊びクラブ。はい、じゃあ早速スニダンシングルカード開けていきます。今回マネージャーとやっていきます。これは何だろうな。ていうか、あ、ハサミいらんかったんじゃん。さあ、果たして何のカードでしょう。うわ、これなんじゃもじゃね。何しも買ってない。これは買った後に引いちゃった。あ、じゃじゃーん、ブルー社の SR です。これね、7000円で購入したんだよね確か。今いくらなんだ。今いくら見せて。はい、じゃあ2ボックス目。蓋ボックス合ってるのかな。それなんだこれ。さあ、なんだ。お、これもちょっと南城っぽいんじゃないか。サワーじゃない。あ、言っちまったな。サワーです。サワーの2枚目。そうなんだよ。やっと2枚目だ。いいね。いいじゃない。あ、ちょっと傷みてえのが見えた。心配なんで、ちょっと。お、バッチリ下がってんじゃん。しかも、え、サワラちょっとなんか右上になんか、うわ、最悪。何？これ、スニダン鑑定ちゃんとやってんの？これはだから傷とは入んないってこと。これどう見ても初期傷に見えるけど。ここから見えない。あるある。ここから見えない。何の意味あんじゃん。見えない。まあはい、これはいいや。はい、じゃあこっからは部長のカードコレクションの紹介やっていきます。はい、じゃあまず1ファイル目、輝くしかいない。輝くもね、もうこれ以上持ってんだけどね、なぜかこれだけファイルに入っていて。はい、でこっからがピカチュウプロモ。これね、ちょっとずつピカチュウのプロモを集めていこうと思ってちょっとずつ買ってるんですけど、ね、コロコロコミック、ポケモン GO。 これは何のプロモだったんだろうね、わかんないんだけど。ポケモンパン、漫才ごっこと渋谷と。今このピカチュウがね、結構値段上がってんだよね、未開封が。なんか EV の、今度あの絵の EV 系がなんか出るみたいな、プロモで。ポケモンセンター限定かな。でこの動画は一応ゴールデンウィーク中に上げようと思ってるんで、来年のゴールデンウィークの時にちょっと価値がどれぐらい上がってるかっていうのもちょっと後でやってみたいな。でね、アルセウスのプロモと、ナッシー、ヌギア、シェイン、マリー、ね、エクママリーとピカチュウ25周年。これね、光り方が実はみんな微妙に違うんですよ。これなんかなんで違うか知らないんですよね。
で、ピカチュウ AR 9枚セットまだ地引きしたことないっていうねが2セットと、これが幼少期から持ってたポケモンカード、ちょっと遠いかもしれない、リザード、バクフン、次カメックス、ちょいちょい折れてんだよ、なぜかシャワーズ3体いるっていうね。全部じゃないよ、でもニョロトノとかね、もうあの頃はちょっともう やってなかったの、もうちょっと引退、ね、ちょっとこのウツボットのこの色が若干違うっていうね、わかんねえか、あの不思議はな綺麗なんです、すごいあのカード、これ星があるんと星がないんがあってさ、星がない方が多分古いんかな、うん、そう多分再販とかかかってないやつかな、そうなんだよ、ただこのニードキングとかもさ多分すごい綺麗だったら高いんだけど、これすっごい汚いのこれ、やっぱ見せといた方がいい、ほらすっごいねこれ、まず折れてます、あとこことかは剥がれてます、やばもうやば、やっぱ技名と一緒でね、暴れる、そう、ただそんなカードも思い出としてね届いてます、もうこの怪力なんかやばいよ、ほらやば、うわこれ何があったんだ本当地球投げなんかもういくつ与えられるか分かんなくて本当に反撃サンダーもなあすごいよ、このサンダーもね綺麗だったら高かったんだ、これこれはね分かりにくいからちょっと折れてるんですね、これもすごい、後ろ見るとあやばい、ほらこれはもうね縦に行ってますよ、うん、縦にくしゃってやってますね、なんでこうなっちゃったっていうね、ちゃんと取ってきよって思う、分かんない昔ポケモンカードやってた人はあるあるかもしれない、ね、そう、うんね、この辺のプロモのね、うん、かわいいコロコロでついてきたやつね、うん、ね、このミュウとかね、このミュウツーとか、うん、もうコロコロについてきた、これもコロコロコミック、もうないんかな知らないけど、あるよねだって、そう、その当時カイリーも3枚ラッキー2枚、ラッキーとかも綺麗でしょ、こっち悪い海流いるし、海流今じゃねめちゃめちゃ強いでしょ、みんなパーティーに入れちゃうぐらい、いやポケモンカードは分かんないけど、ポケモンだったら、はい、じゃあ2つ目のファイルいきます、ういっ、これも SR 以上ですね、もう行く、どんどん行く、いやそうそう、こっちも行った時にそういうことね、むしろこっちなんだよ、そうね、まあ、この辺はねポケモンの SR のオリパで出たり地引きしたりって感じ、まあ、ファイルの入れ方はもうあんまり考えてないですね、結構適当に入れちゃってる感じ、なぜか裏と表がね入ってたり入ってなかったりっていうね、で多分この辺は分かんねえな、うん、まあいいや、まあ、ちょっと高いんかね、触るのか分かんない、このね基本雷エネルギーが結構高い、うん、うん、高い、はい、1万円近いんじゃないかな、そんなにするする、これもね5000円とか、これも2、3000円ぐらいするか、あと SSR、 SSR はね最低保証結構400円とか300円とか、
SSR が安いんだよね。はい、ね、フリー袖リーリエの戦力、後ろのまたねガラール、この辺は地引きしてるやつだよね。カミツレカミツレカミツレ、スズナカイ、忘れるボタン、こいつはボタンちょっと違うファイル間違えちゃった。間違えた。そしてナタネの活気がなぜかね。あっちこっちにいる。カイちゃん、え、スペシャルアトレアね。カイちゃん。うん、ひなつ、お嬢様。はい、ナタネの活気。ナタネの活気が。ビンゴ。ビンゴしてる。なぜか。なぜか。わざとでしょこれ。入れ方がね、ねちょっとね。ボロで席もなぜか向こうにもいたのにこっちにもいるっていうね、ちょっとね。でね、三代目。他に。うん。三代目だよね。四代目だよ。四代目か。三、うん、代目はおじいちゃんか。そうだよ。うん？そうだよね。そうだよ。うん？そうだよね。そうだよね。あれのこと言ってるんでしょ。もちろん。ミナトのこと言ってるんで。ミナトでしょ。どう見ても。一人似てるよね。どう見てもミナト。で、裏にも博士がいると。ミクリと博士と、ススキが嫌いすぎる。やろう。ね。ここは HR、カトレア、セレナ、コルニ。これいいよね。うん、HR、またススキがね、いらないっていうのに。こっちはこんなもんね。こっちは UR、 パルキア、ギラティナ、ディアルガ、アルセウスね、ディアルガとパルキアは2枚ずつある。こいつブイズと、なぜかアルセウスとリーフィアがさらに4枚。いやリーフィアだけでリーフィア6枚ある。すごいな。リーフィアあるね。CSR ね、この辺ね。SR、スペシャルアトレアも入ってるかな。オリパルとね。オリパル3枚いて、ね。レイシドラゴンもこれね、スペシャルアトラ、確かね。うん、で、CSR、ゾロアーク。それがあれオールならね、今これも動画でね出たやつね、うんうん、リザードもね、うん、動画で出たね、うん、買った後に買ってきた帰りに入れちゃったね、うん、そのリザードもいっぱいいるね。このリザードもね裏面見てみ、ほらなんかやってるなんかいろんなところにね散らばってるね、うんうん、ちょっと後でまとめとこう。綺麗に渋よね、うん、これ気持ち悪い。そうなんだよ結構ライコーもこんなにね散らばりすぎライコーもね、ね、うん、SR のエネルギー。はい、じゃあどうする、もう一ファイルいく、うん、もう一ファイルいって終わりにしようか、うん、これは最近の入ってるファイルですね。はい。はい。コライドン、ラウドボーン、マスカーニア、偉大な牙、スペシャルアトレア、ワナイダーもスペシャルアトレア、あとミライドンね。ピカチュウ、マスカニョもね、でこのヨザルね、動画でも出てた。アサワロいましたね、今日また2枚目のサワロって言ったからね。でボタンのスペシャルアトレア、さっき向こうにボタンいたけど、でペーパーね、グルーシャ、これグルーシャ買ってその日に開けたパックからグルーシャ出たんですよ、これ。みたいな。買わなきゃよかった、みたいな。
まあ、もう買っちゃったからいいけど。で、ペーパー。で、またボタンとジニア。コイキング。これネストボールはね、嬉しかったね、出てね。この辺が AR なんだけど、この辺もなんで入れてるかわかんないんだよね。この闇を感じるスリープ、この辺はちょっと後で抜くかもしれないな。ミューね、好きなんだけどちょっと入れすぎっていうか、その同じのもっと持ってるしね、ここに入れてないの。ニャオハとかは可愛いけど、いいけどね。で、なぜかね、このテラスタルとか入れて、なぜかっていう。そして一番最後にね、めっちゃ使えるバトルピップパス。これ今もうすごいよ、買い取り2000円でしょ。うん、あ、2000円、すごいよね、うん、最近見たやつは2000円ぐらいだったの、うん、って感じですね。はい、はい、じゃあ今回の動画はこんな感じです。とりあえず、まあ、あるファイルはこんな感じで、今日は動画とかあるやつとかは別にしたいので、今回のスポーツカードはちょっとマグネットローダーに使ってるんで、今度はその紹介動画、USB のカードを紹介動画をやっていこうかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。